あっくんち。みなさんこんにちは、あっくんちです。あっくんちです。今日はあっくん何をしようかな。スライム。スライム、スライムやってみる。スライムってなんだろう。これかな。じゃじゃん、実験スライムゼリー。イエーイ。おいしくなったよ。実験スライムゼリーのびのび変身。これなんかスライムゼリーが作れるお菓子だね。ソーダ味だって。ソーダ味。じゃあ早速やってみようか、ね、実験スライムゼリーできるかな。できるかな。じゃあやってみよう。レッツゴー。じゃあ早速開けてみたいと思います。いくよ。いくよ。バッカー。あ、開いた。開いたね。大きいトレーとちっちゃいトレー入ってるね。でまずはこのちっちゃいトレーの方、トレーにお水を入れるんだけど、トレーの線があるんだけど、この線の上から3番目の線だ。ここまでお水をまず入れます。あくんじゃ入れられるかな。入れてみる。はい、じゃあちょっとここ持って、じゃあちょっとずつ入れてください。入れた。はい、オッケー。入れた。じゃあちょうど3番目の線まで入ったかな。入ったね。入った。はい、入りました。これにベースの素。ベースの素はこれです。緑色のベースの素。ミッチの素。これを入れてみたい。じゃあこれもあっくん入れてみようか。あっくんこれ。はい、じゃあこれ持ってこの中入れてみて。はい。シュ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 。あ、入った。入ったよ。全部入ったかな。でもちょっとだね。紫色。お、紫色、ほんとだ。紫色になってる。黄色もあってる。紫色に粉がなってます。これこれを入れたらスプーンで緑色になるまで混ぜてください。だってじゃあ、これ緑色になるまで今度混ぜてみましょう。できるかな。混ぜ。おー、ゆっくり。混ぜ。おお、ゆっくり。そっとね。そっと。こんなもんでいいのかな。いい。いいかな。じゃあとりあえずこれで次やってみようか。今度大きい方にトロトロの素を入れて、今のこれ緑色になったやつと一緒にまた混ぜるんですね。じゃあ今度これをこっちの星のトレー大きい方に入れてください。はい。じゃあ、トロトロの素入りました。そしたら今度、さっき作ったこの緑色の水をこの中に入れるんだって。じゃあ入れてみるよ。あくも入れる。あくも入れる。じゃあ一緒に取ると思って。はい、せーの。じゃーん。おー、すごい。色がまた変わった。ピンク色。ピンク色だったね。そしたらこれをまた全体ピンク色になるまで混ぜてください。ね、なんかちょっとトロトロになったね。トロトロの素を入れたら一気にトロトロになってたね。一気にトロトロ。ぐる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 。どうですか。トロトロになってきましたか。トロトロになってきました。もっともっととかね。すごいね。うわ、トロトロ。見えるかな。ドローン。見える。ドローン。はい、じゃあ次、ちっちゃい。次やってみようか。この今混ぜたトレーに最後スライムの素を入れて出来上がり。じゃあ早速入れてみよう。はい、あくんじゃ入れてください。ラムネ。はい、真ん中にささささささ。本当ラムネの匂いするね。はい、これで全部入りました。じゃあ、あくん、混ぜてください。わー、すごいね。さらにとろみが増してないこれ。あ、色がほら、変わってきたよ。色が変わってきたよ。青くなってきたよ。青くなってきた。いやー、薄ライブ。おー、すごいね。いやー、
すごい。わー、うん、もっと混ぜたらもっと伸びるんじゃない？ぐるぐるしてみたら、ぐる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 。さらにこれ100回ぐらい混ぜると30センチぐらいまで伸びるって書いてあったからね、ちょっと混ぜてみようか。とりあえず100回ぐらい混ぜれたかな。だいぶだいぶ固くなってきたね。ビヨンって出てた、うん、すごいね。じゃああとビヨンってやってみる。はい、せーの、ビヨン。おー、伸びた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 、おー、伸びた伸びた伸びた。ほんとだ、すごい伸びるねこれ。ほらほらほら、あーすごい。もう一回やってみようか。じゃあせーの、伸びた。おー、すごいすごいすごいね。あとスライムになったよ。ほら、いやー、わーすごい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 。はい、スライム出来上がり。はい、できました。じゃあ食べてみようか。じゃあ早速この出来上がったスライム食べてみたいと思います。いただきます。どうぞ。うん、どうですか？美味しい。なんかちょっと一瞬微妙な顔はしたけど、美味しいのかな。顔と美味しい感想が合ってなかった。じゃあもう一回食べてみる。不思議な味がするのかな。すごいね。酸っぱい。酸っぱい。何の味する？レモンの味。レモンの味するのか。酸っぱいんだね、じゃあ。ビヨーン。不思議な味。不思議な味？ね、結構ね、粘度が高いっていうのかな。だいぶスライムだから、ね、当初より混ぜれば混ぜるほど固くなった。酸っぱい。不思議な味がした。ということでスライム作り大成功。結構これね、思ったよりも簡単にスライム作れました。で、味はね、不思議な味だったんだよね。不思議な味だったね。はい、皆さんも、よかったらお子さんと一緒にスライム作りしてみてはどうでしょうか。はい、今日は実験スライムゼリーを作ってみるの動画でした。それでは皆さん、さようなら。